焼津市長の中野です。市民の皆様には新型コロナウイルスの感染拡大防止にご協力をいただき心より御礼申し上げます。焼津市における感染状況ですが、ここ数日は感染者もなく、直近1週間における感染者数の合計も6人と大幅に減少しています。これもひとえにこれまで長期間にわたり不要不急の外出自粛や県境をまたぐ移動の回避など感染拡大防止のための対策に取り組んでいただいた市民の皆様のご協力のおかげであると改めて心から感謝申し上げます。また全国的に感染状況が大幅に改善していることから、国は9月30日までを期限とする緊急事態宣言等の全面解除を決定したところであります。しかしながら緊急事態宣言が解除されたことで新型コロナウイルスの脅威がなくなったわけではありません。年末に向けて人流の増加や変異株の影響などによる感染再拡大も懸念されておりますので、市民の皆様には引き続き会話時におけるマスクの着用、こまめな手洗い、手指の消毒、3密、密閉、密集、密接を避けた行動、定期的な室内の換気など基本的な感染防止対策を徹底していただきますようお願いいたします。ワクチン接種につきましても対象となるすべての方に接種券を発送しており、11月初旬までに接種を希望する人が接種を完了する体制を構築しております。引き続き市民一丸となって感染防止対策の徹底に頑張ってまいりましょう。